近々うちサイトがリニューアルするってことで、それに向けてあの買取業界を、まあ、ケイシがこう作ってくれたんだけど、今からこいつを添削して、まあ、問題なかったらこのまま出しますと。デッドダブルが、1400円。おお、ドンピシャだ。4枚5444円って1300円。あ、結構ギリやね。ギリやね。結構、あ、攻める。まあまあまあ、でも、まあまあ、使うカードだから、使うカードだからいいか。4枚セットで売りたいし。はい、次、プロモみんな使うんですか。プロモが15000。なるほど。メルカリが14200っすね。まあいっか。ドラゴンサイン、あのちょっとあれ言わせてもらうと、はい、上半分 MGR で下半分僕です。あ、僕あ、俺ドンピシャっすね。本当に100がいないんだこれ。本当に100だ俺。マジ本当にドンピシャなんだよ。相場でかけって言われたもん。しゃあないやん。けどはね、22000か迷ったけど、これ今のプロモやんな。そうだね。いや相当強いんじゃない。相当強い。いや現プロモでほぼ100がいってのはなかなかないんじゃないかな。だからこれは来そう。クラシェンド21000は相当来そうだね。日本で一番強いかもしれない。うん、それは説ある。日本で一番強いですって言うと、いやどこどこのが強いですよって言ってあのどうせその値段で買い取りもし。カツキングですね、はい。これどっちの？これがプレイ。これ金。あ、金。新しい方も買おうぜこれ。どうせならね。うん。どっちも買おう。新しい方はじゃあ2500は？まあ相場と25かな。まあ25かな。25。買い物じゃん。俺ら25だったの。ボランティア。こっちが3600。ああまあ本当にぴったりだなこれ。144ジャスト。まあ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 いっか。はい、次ね。これ難しい。ベン俺4万で見たな。あの4万だったな、さっき見てみたとき。3万9000書いてるか。いや、まあ来そうだな。これは来るわ。さすがに。これ来すぎるんじゃないか。3級は出しすぎやね、これ。ベン、そんないらんくね。その。なるほど、ベンって言うね。ベンって言うね。そう、バンベートベン。ダイヤトム6だな。じゃあ、ベンであった。ベンであった。いやいや、バンでしょ。ベンです。馬場さんもね。次、ガイアシュカイザー。ガイアシュカイザーはね、値段上がったね、でも。なんか上がったね。なんでだ。いや、でもこれ怖いよな。プロも確定してるから。え、プロもある？いや、プロもじゃない。これ、プロも出るんよ。あの、紙アート版が。絶対ガイアシュ入ってますよセットが出る。そう、絶対ガイアシュ入ってますよセット5枚入り4000円で売られてる。わぁ。つまりそういうことだよ。え、でも古い方って結構値段安定するやん。なんだかんだ。いや、いつなんだろうね。夏があの方だよ。まあ、4人入りか。オッケーオッケーオッケー。ライオネル2000は、おそらくなんだけど、多分どっか強そうな店がつけてそうなギリギリのラインなんだよね、ここ。これぶつけます。2100で。え、じゃあこれも100円ずつ上がるの？まあまあいっか。いや、2300でしょ。あんま変わらないでね、A とするの。まあ、じゃあ B で跳ね上がるかな。B でそう。このゲームは。B が42はもうちょいいけそうじゃない？46でいきます。攻めやん。いや、45はなんか、いや、秋葉原の得体の知れん店がつけてそうだもん。そんな秋葉原の店ってなんか、敵対視しとる。いや、そんなことないですよ、別に。ダルマ3000は、まあ、妥当ですかね。OK です。まあ、3500ギリ折る可能性考慮、3600でいきます。まあ、A でも3200はちょうどいいね。B が42までいきます、これ。はい、次、ザーディ。あ、これ3000。これ絶対3000。うん、これ3000 OK。ちょうどやばいわ。こいつはね、もうちょい頑張れそう。3700までいけるかな。66。うわぁ、絶妙。ちょうどいいわ。そうし。4000回というか、まあまあいいでしょう。トム・キングの B が、そこが4800ですかね。5000か。いっか。いや。過去6000、たっけ。通常も際どいな、6000か。6000か。これ6000どう？58どう？58かな。B が16000。155だな。155。16で買いたくなくない？ちょっと。155も16も。いや変わるって。いやでも俺100円単位で訂正されてるから悔しいです。なんかどっちが訂正されるの少ないからそうですね。うざ。じゃあもうちょっと真剣になるべきだった。真剣に。もっと真剣になるべきだった。バルカリアはどのバージョン？これ1万円ですか？ DX20 円。あ、まあこれは1500円でいいな。ベンが2300円。いいとこつきますね。これは OK です。バラードこんな高いんや。へぇ、これはレジェが強いって言ったんですけど。レジェのせい、レジェのせいです。俺は悪くない。1500、あ、1600にしましょう。え、上がったよ。そっちある。いや、ちょ、1500にします。ごめん、ちぎるわ。100目とかは、これ多分ね、いいカードというか、だからそんなガコンってないから、わ、ずるくね、いらんだろ、100目もなんか。これ100目いるだろ、これ27まで。いや、ほんとにね、別に今の感情の採用率もあんまり高くない。全然見てないとか、わかりますけど、しとるんよね。うん、
1600レッドゾーンバスター、うん、まあ妥当ですね、これ OK です。オマネス戦記のプロモが1500、あ、まあこれも投資ですね、はい、ファイヤー1300、もうちょっと欲しい、もうちょっと欲しい、もうちょっと上げてもいいなんか安定してないよね、まあ、これもあった感覚的な問題じゃない、銀トレーション入りそうなよ、まあ、読みすぎじゃない、それは 100だけ乗せるか、1400で銀トレーションじゃない、銀トレ決まったらちょっとっそれはもうそのタイミングでしゃあないから、まあ、かない確かに、それはおもろいな、いい読みしとるな、めっちゃ入りそうつか、いや、ありそう、アンドウォーターが入っとったもんな、確かに確かに、ちょっと怖いな、ダークネスの最後じゃない、確かに確かに、ちょっと怖いな、うまいな、キャメロレンズ16は、あ、まあ投資だな、この16でいいよ、 B がなんか2000、 B2000 はちょっと安い、え、ごめん、これ2200、うんうん、ちょっとこの辺がちょっと気持ちよくない、適当じゃん、マジでうるさいうるさいうるさい、もっと出せ、ね、え、もっと出せ、ね、プロモモ、まあ、3号出そう、3号出そう、3500にします、これもそんなにないから、うん、あんまないから3号出します、プルルラブが1600、まあまあこれいいな、ソーシャルマニフェスト、ソーシャル高い、ソーシャル高いよ、あ、見てないよお前相場、いや見たけど、するよ、見たけど、じゃあ1600買えたんすか、で1500円、これ1500円で、あれはい、はい、負け、あ、これは1600つけます、はい、100円やん、これ今全部俺も言いたいです、うるさい、ドルファディロメが、あ、それね、44だったんだけど、相場なんでさ、書いてねえよ、ストーリー、そのドルファの B 怖いんすよ、ちょっとってことキャラ変わんだよ、だからあんまその4枚使うカードじゃないし、正直、いやでも、しかもなんかそこは結構ね、その安定してないよ、3500だったり、4500だったりをね、結構行き来するんで、結構そのカード使うんだよ、じゃあまあ、説得に応じて信用しますか、相場じゃないじゃん、相場じゃないじゃん、ダメだよ4400でしょ、相場は。いや、まあ、今日使ったもん、オリバーで。いろいろなところが入ったほら、気持ち悪すぎだろ。アップリーダー。これはもちろん欲しいな。6300までいけるかな。いけそう。そこら辺からね、もうむずすぎる。ダークネス、マジで。ダークネスむずそうだな。1500ぶつけられそうだから、1600にするわ。チクニッパ。いけそう。ああ、いっぱいはいいんじゃないですか。差してない、いいところ。これはいいと思います。ダークネスが、それは通常とあんま変わらんかな、通常1600だから通常1600でいいや、 B が B だけ、 B はこれまだまだいけるね、3000は安い、36までいこうか、これチャック、え、これ CS プロもゲー、そうだよ、えぐっ、何ミクセル CS さ、オルトレジェでさ、3000時代にさ、安い安いって言って買い当たってどんどん下がっていくでな、悲しくて涙止まらん、ミクセル3000安すぎやろ、ニッパ、ニッパ、まあギリ投資、よく今熱いらしいよ、レジェ情報、いや4、2は行き過ぎちゃうの、いいよ、そう3ヶ月ぐらい見てないもん、じゃあ行こう、はい、決定です、じゃあこれで、いやちょっと数えるとどっちが間違ってるか、いっぱい3、4、5、6、7、8、お前やめろ、会場に立ってよ